こんにちは、シュウです。極限降臨ラッシュやっていきまーす。パーティーは水着見るですね。で、覚醒バッジは封印で。このパーティー封印が 80% しかないんで、これでやっていきましょう。お、いいね。最初から十字下仕組める。実はね、これ、パート5ぐらいっす。いや、結構やってるんだけどね、全然勝てなくて、ボスがね、正直きつい。リンシア出たり、ゴエモン出たり、たまにソティスもね、1フロア目で出てくるんですよ。で、ソティス出たら、十字消し1コンボ ?2 コンボか。十字消し含めた水の 2コンボで、火力オーバーしちゃうんだよね。だからあれってどうやって倒せばいいんだろう。倒し方がわからない。これどうしても火繋がっちゃうの。やっぱ、等倍で思いっきりスキル使って殴っていくしかないのかな。でも、1回で出るとね、スキル溜まってないから、本当にどうしようもないですよ。割とこのダンジョンはね、あれですよね。3階層目までは普通に行けるんだよ。問題は4階、5階だよね。あそこら辺がマジで敵強い。なんで、そこのランダム性でだいぶ変わっちゃうよね、難易度、ボス。おー、初めて出てきたな、このコース。とりあえず、重機師どれぐらい殴れるか。このパーティーいいところがね、指がめちゃめちゃ長いんで、だいぶミスっても立て直しができちゃうんですよね。ベタ褒め。どうだろう、相手木だからそんな削んないかな。あー、ちょっと厳しいか。オッケー。これで多分根性ラインは消えるでしょう。ただ回復じゃねえや、半分まで切っときたいんですよね。これでいいかな。お、いい落としになっている。 OK。 あー、いいね。これで多分半分はいったんじゃないかな。よし、これで2ウェイ組んでいけばきっと倒せるはず。だいぶパズルがずれちゃうな。これでいけるんじゃないかな。どうだろう、落ち込んが OK。 水落ち込ん、うわ、豚か。この子ね、結構強いんですよ。ただ相手火だからね、スクルドの陣次第ではワンパンいける。なんとも言い難い。いやー、ここどうしよう。スミレ使うか。多分倒せないな、スミレなしだと。で、確実に分割っていうか、2ウェイ入れてだな。2ウェイやっぱ入れるのと入れないのじゃ、だいぶ火力変わっちゃうんで。お、いいんじゃないこれ。木も落として。で、ただ問題はやっぱあれっすよね。4回、5回。で、次が確か4回だな。何出るかだな。一応先生には対応してるんだけど、 HP がねめちゃめちゃ多いんですよ。おお、あ、でも火だ。これは可能性あるな。これ変に削って相手の副属性にを闇にしたくない。どうしよう、水溜めるって手もあるけど、一回やっぱ殴ってみようか。どれぐらい HP あるか見たいし。いやー、闇消したい。うわー、やべ、指外れた。お、ただいい落ち込ん。やばい、これやばいんじゃない？危ねー。いや、でもボスはね、この、リューネからのヤシトラで倒したいんですよ。ただこれ削りきれないな、変換しないと。これってヤシトラなのかな？ヤシュトラなのかな？ちょっとわかんないんだけど。でも今ある量じゃこの子倒せないよね。ヤシトラかリューネ使うか。ヤシトラ使って2ウェイ入れて倒してこい。わ、いいんじゃない。ちょっとずれてたけど、でもこれはいけると思う。いや、厳しいかな。でも結構ギリギリだな。落ち込みもないし。
よし、で、ボスなんだ、ゴエモンやめて。うわ、ヘルパー。お、これ来たんじゃない？やっと、テイク5ぐらいにして勝利がつかめそう。今回敵の出現パターンが割と簡単だったな。ただ、ソティスの対策が全くわからない。あれってどうやって本当に倒せばいいんだろう。割とヘルは優しい方だと思う。でもダメージでかいな。十字消ししてこれだもんね。ここね、普通に組むより5秒じゃねえ。長押しして待った方が多分いいよね。こっちの方がパズル時間も長いと思うし。どうしようかな、これどこで倒そう。うわー、この猛毒ロック地味に厄介だな。これで。ただ耐久できるね。割とそんな大ダメもないし。おー、これ猛毒消せるチャンスだ。消しちゃうか。消してやられたらちょっと嫌だな。あー、ちょっと猛毒があれだな。一個遠くいってる。これで。ちょっと大丈夫かな、これ。猛毒めちゃめちゃダメージ食らうからね。うわ、やば！やべ、やば、やばっす。やばっす。うわ、危ねえ。ヤシトラが残り4ターン。とりあえず一回、スクルドの陣で。あ、これワンパンっていうか倒せるな。ここで倒しに行きます。ただちょっと難しいな。火は絶対にこれ、ちょうど3つあるんでコンボにしたい。いけるかなこれ。私のパズル力で。めちゃめちゃいいんじゃないこれ。よし、これで倒せなかったら正直しょうがない感はある。よし、いけ、いけ、行くんだじょー。行かない。よしよし、危ねえ。いや、今のでこれか。ちょっと一旦耐えれたら勝ちだ。一旦耐えれたら私の勝ち。無駄に攻撃はしない。これで耐えれたら勝てる。やべ、光消して、消えてる。オッケー。で、この最強のコンボで。てか、めちゃめちゃ硬いね。今ので倒せないんだ。スクルドからのスミレで、割とよく決まったなと思ったんだけど。このダンジョンさ、結構昔に来たんで、割と普通に勝てちゃうのかなと思ったけど、全然そうじゃないね。本当に難しい。あと、モンスターもね、追加されてんですよ。今までいなかったモンスターが、いるんで、やばい！うわ、危ねえ！硬いな、本当に。結構もうさ、動画終わるように締めて喋ってたんだけど。オッケー。さすがにこれは倒せんじゃないかな。これで倒せなかったらもう無理だよ。よっしゃ勝った。これ敵強化されてないよね。ただ見るが思ったより火力出てないって感じなのかな。きついなぁ。ただ、一つ、本当にどうしようもないのがソティス。あれ一回で出たらどうやって倒すの？切実に思います。切実に。はい、ということで、じゃあ、今回はこれで終わりたいなと思います。バイバーイ。